にちは、リーキッチンです。久しぶりにグレールの福袋を購入しました。グレールの商品は若い子が着るイメージがあるんですけども、アラフィフでも結構着れるんですよね。トップスかパンツスタイルどちらかに取り入れると垢抜けするんですよね。ですので今回も期待しています。ちなみにこちらもグレールさんです。それでは早速開けてみます。1つ目はカットソーです。秋カラーですね。今回は M サイズを購入しました。じゃあタンクトップでした。脇も結構締まっていますし、前も開きすぎていないので重宝しそうですね。秋カラーですし、これからどんどん使えそうです。はい、次2点目はじゃん、あ、スカートですね。短いですが、とてもいいですし、長いソックス履いてもいいですし、じゃん、可愛いですね。このここが大好きです。可愛いですね。後ろはゴムですね。ボタンもついています。この洋服にも合いますね。後で試着してみますね。3周目はじゃん、こちらも秋カラーですね。ブラウスです。かわいい。このこちらは半袖ですが、かわいいですね。ノースリーブですね。でも秋カラーですし、今から着れますね。かわいい。後ろも可愛いですね。とても可愛いですね。はい、後で試着してみます。はい、3点目はじゃん、黒のカットソーですね。なんとなく私が今着ているカットソーと似ている予感がします。じゃん、こちらはここまでですね。こちらはちゃんとボタンになっていますね。これはフェイクボタンなんです。ここ開かないようになっている飾りなんですけれど、こちらは開きますね。ちょっと短いかなとも思うんですけども、きっと着たらいい丈になると思いますし、可愛いですよね。可愛いですね。じゃん、5点目です。 T シャツですね。T シャツは本当何着あっても便利ですし、グレールさんの T シャツはちょっと可愛いですよね。形が可愛いでしょうか。ちょっとゆったりとしている T シャツが多くて、あ、こちらもやっぱりゆったりしてますね。 M サイズなんですが、こんな感じで可愛いですね。肌触りもいいんですよね。グレールさんの T シャツとしっかりしていて肌触りもいいのでヘビロテしています。あと娘も着れるんですよね。ですので T シャツはもう本当嬉しいです。あと1点、とても素敵なバッグご紹介させていただきたいと思います。楽天市場サマンドラさんのバッグをご紹介します。収納上手なミニトートバッグです。コンパクトなので普段の買い物にはもちろんですが、きれいめなので通勤バッグとしてでもいいと思います。あとポケットが4つついていますし、小分けしやすい仕様になっていますので、旅行に持っていくのも快適だと思います。ブラックの他にオフホワイトとカーキがございます。ポイント1つ目はコンパクトなのですが大容量という点です。あとこうカードポケットもついています。見ますかね、こちらタンブラーやお財布、最近はお出かけすることが増えましたよね。化粧ポーチ、ティッシュとハンカチ。こちらいい香りがするんですよね。アフタヌーンティーのハンドクリーム、まだまだ
保険証や薬手帳などを入れているものです。マチが 13.5 センチあるのでコンパクトですけどもたくさん入りますね。こちらのカードケース便利ですよね。ポイント2つ目は上質な素材を使用しています。 PU レザーを使用しており、耐久性もあって、あと汚れにくいですね。肌触りもいいです。高級感がありますよね。ポイント3つ目はマグネット式のボタンです。パッとこう閉められて中が見えないので安心ですよね。ポイント4つ目は中央にファスナー付きのポケットがついていて、あとサイドにファスナー付きのポケット1つと、あと反対側にはオープンのポケットが2つついています。便利ですよね。ポイント4つ目は底鋲がついているので汚れにくいですし傷つきにくいですね。ありがたいですよね。ポイント6つ目は型崩れしないしっかりとした持ち手です。丁寧な縫製にこだわられたそうです。安心ですね。持ち手がクシュッとなってしまうと急に使用感が出ますものね。嬉しいポイントです。サイズは 31.5×26 後ろが 13.5 です。とても可愛いですよね。高級感があるんですがお手頃な価格なので、いろんな場面で使用できると思います。オフホワイトは一年中使えると思いますし、カーキもこれから秋ですので洋服などにも合わせやすいと思います。少しでも興味持ってくださったなら概要欄に URL 貼っておりますので、よろしければそちらをご覧になってください。あとこの動画を見てくださった方限定の 20% オフクーポンも貼っておりますので、よろしければご利用になってください。あとグレールさんの登録をまだの方は、直接グレールさんのサイトから登録すると300ポイントつくんですけども、私が載せてある概要欄からグレールさんのサイトに飛んでいただくと800ポイントつくんですね。ですのでよかったらそちらもご利用になってください。それでは今からグレールさんの洋服と手持ちの洋服を合わせてコーディネートして、あとバッグも合わせて持ちたいと思います。グレールの3点目に出てきましたフリルブラウスに星玲奈さんのジーンズ、星玲奈さんのミュールを合わせました。ジーパンに合わせるの可愛いですね。2点目に出てきました巻きスカート、外には履いていけませんね。娘にあげます。グレール同士で合わせると可愛いですね。でも若い子仕様になるので、まあ手持ちの洋服と合わせて着ていこうと思います。フリルブラウスの中に一番目に出てきた茶色のタンクトップを着ています。先ほどのジーンズの時は一番上までボタンを閉めていたのですが、今回はいくつか開けてみました。雰囲気変わりますね。グレールの4点目に出てきました黒のカットソーにテラウェアのマーメイドスカートを合わせました。伸縮性のあるしっかりとした生地ですね。インしてない状態でこの丈感です。背筋がピンとする丈感ですね。はい、袖の丈はこんな感じです。テラウェアのキャミワンピに変えました。これだったら背中を気にする必要はありませんね。グレールの福袋5番目に出てきました T シャツにムムさんのサロペットを合わせました。やっぱりグレールの T シャツは肌触りが良くって、あと丈感も結構長めでいいんですね。でゆったりしてますし重宝しそうです。グレールさんの福袋、可愛い商品が多くって良かったです。また買おうと思います。本日の動画は以上です。
少しでも良いと思ってくださったなら高評価を、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。